札幌豊平区の会社員花田光男被告は5月糖尿病治療のためのインスリン注射の後に食事を取らず低血糖の意識が朦朧とした状態でワンボックスカーを運転横断中の小学4年生の西田晃君をはね死亡させた過失運転致死の罪に問われています。昨日の初公判で花田被告は、 記憶にないが現場検証の感じでは間違いないと思うと起訴内容を認めました検察側は過失は重大として禁錮4年を休憩弁護側は執行猶予を求めました判決は来月2日に言い渡されます